こんにちは、ジョマです、今日はですね、ジャンクオーディオ一番最初に買ったの調べたら去年の8月ぐらいだったんで、もう飾り用でね、ここにありますけど、ここにあるレコードプレーヤーですね、3000円で買いました。飾りでいいからレコードプレーヤー欲しいなという思いで買ったんですけど、で、まあ、プレーヤー買ったら他のもね買いたくなってということで、一応調べ、買って安いのね、3000とか5000とか。で、そのうちに、もう少しこう、使えるものが欲しいなと思って、もう少し値段が高くて、まあ、動きますよっていうものを買うようになってきたんですね。で、最終的には、もう欲しいもの、まあ、ジャンクですけれども、ある程度は動くよみたいな感じですね。それからまあ動くんじゃないかなみたいなものを買って、それはまあ数万円とかですけれども、この1年で30個ぐらいね、オーディオ機器買いました。で、最初の方はまあ3000とか5000円ぐらいで、まあ、最終的には1万円とか3万円とかなっていったんで、平均すると1万円ぐらいなんでね、30個で30万円ですか、それぐらいか、で、そろそろですね、まあ欲しいものがおおむねね、いろいろ調べたり探したりしてて買えたので、今後の1年は、まあ、修理とか、そういうことをねやっていきたいなと思いました。まあ、とにかく最初欲しいものだけは買って集めて1年間ね、であと1年はまあ直していきたいと、そんな感じで思ってます。またね、まあ素人なんで全然直すっつっても、あと直す工程とかねやるにはどうしても動画編集とかもねしなきゃいけないと思うんで、まあどっかかり、まあ1年つっても来年年末とかね、それぐらいになっちゃうかもしれないんですけれど、まあそんな感じでまた1年間ね、オーディオ、ジャンクオーディオの方をやっていきたいと思います。また今後ともよろしくお願いします。